皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは映画です。ご紹介するコーナーは2本立て版映画チラシ福袋の本日で6枚目ということになります。よろしくお願いします。はい、本日ご紹介する作品はですね、スパルタン X、 そしてヘブンリーボディーズということになるんですけども、まずすいません、最初にですね、この左側のですね、このヘブンリーボディーズというのはですね、全く馴染みがなくてですね、わからないんです。ご存知の方、コメント等またいただけましたら嬉しいです。いろいろちょっと調べてみてですね、どういうものかってのは分かったんですけども、本編見てないんで、ちょっとなんともわかりません。すいません。はい。で、時代でいくと1985年頃の、いうところのカップリングチラシということになりますね。同時上映ですね。なります。はい。では、全体まず見たいと思いますけども、はい。中央にありますのが、圧倒するパワー、今ときめきの新春という、コピーが載ってますけども、この宣伝の仕方としてもですね、やっぱりスパルタン X メインの2本立てだったんだろうなっていうのは大体想像がつきますよね。っていうのはやっぱり幅ですよね。幅ね、売り方がね、明らかに違いますよね。で、これまでの、私にご紹介したものってのは大体半分なんですよね。半分で、どちらもヒット作とかっていう感じなんですけど、これやっぱりこちらで売ってる2本立てなのかなという感はありますけどね。でもそれはちょっとね、わかんないです。本編を見ないとね、それぞれ皆さんの感想ですのでね。はい。ではスパルタン X から行ってみたいと思います。ジャッキープロジェクト世界進出第1弾ということで、主演映画でっていうのはこれが最初になるんでしょうかね、海外に。キャノンボールとかでね、言えば群像劇という作品では、作品もあり、海外進出がありましたけど、主演でっていうのはこれが最初なのかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。先日、マツコデラックスさんのマツコの知らない世界でもですね、ジャッキー・チェン特集があって、今の、その若者ですか、Z 世代と言われる子たちに、ジャッキー・チェンの写真見せても誰ですかっていう状態になってるっていうね。私今40半ばなんで、それはもうそことね、比べても仕方がないんですけど、やっぱりちょっと驚きですよね。現在ジャッキー・チェンさん69歳。どんな形で今後活躍またしていてくれるのかっていうのはわかりませんけどね。やっぱり、出続けてほしいなって思いますけど。で、このスパルタン X っていうのは本当にもう、いろんな要素が詰め込まれた作品で、で、ヒットして、当時のファミコンにも移植されて、登場人物とかね、ストーリーはちょっとまあ、大枠は似てますけど、展開はちょっと違うかもしれませんけどね、非常にヒットしてっていう。で、ユンピョウ、サムハン・キンポウ、3人のトリオっていうね、そこも、やっぱりなんて言いましょうかね、プロジェクト A、以来かな3人ということなんで、この三重師というところ、そして音楽がまたいいし、でジャッキー・チェンが今回直接戦うことになるその殺し屋総合格闘技の、ベニー・ユキールとの対決って、あれがねやっぱりかっこいいですよね。その後にサイクロン Z という映画でまたこの三重師というね、このジャッキー・ユンピョウ・サモハンが主演した映画でもベニー・ユキーデとジャッキーが再戦するんですよね。また戦うってニュースで聞いた時はね、もう大興奮でしたけどね。はい。で、前編スペインロケっていうことでね、はい、また特徴がありますし、あとこれちょっと見えますかね、ここね、ちょっとちっちゃすぎますよね。この黄色の番ですけど、ユンピョウとジャッキーが、ホットドッグのお店だったかな、移動販売のね、キッチンカーみたいになってるんですけど、この車ちょっとちらっと見えますね、この赤い点が、これ三菱の車ですね。ジャッキー・チェンが海外でっていうか、この車を使用するときにはこの一時期というか、
もう三菱の車ばかり使ってましたよね。そういう時代がありました。はい。ということでね、見ていきたいと思いますけども、すごいから面白い。お正月の話題を独占するジャッキー最新作。で、まあ、ここに、出演者等書いてますが、ベニーユキでやっぱ特別出演っていう扱いなんですね。で、監督はサモアン・キンポ。まあ、今、この3人の中で一番年上ですよね。七条福でしたかね。の中でも一番お兄さんということで、現在でも香港映画界のやっぱ重鎮ですね。そして、この制作総指揮のレイモンド・チョウさん。この方は、まあ、ジャッキーのそのゴールデン・ハーベストでしたっけだとか、それから、海外にこう押し上げていった、まあ、言えば、もう大恩人というような話は聞いたことがありますね。はい。そして、巨大な組織 X の陰謀に立ち、向かって、今、空前のアクションが炸裂するということですね。はい。見ましょうかね。そびえ立つガウディの塔へ巨大組織 X を叩き潰せ。ジャッキー・チェンの作品が、このカップリングチラシ、まあ、2本立て版というチラシ、すごい多いんですよね。やっぱ日本での人気っていうのが80年代は、もうジャッキー・チェンは、もう向かうところ敵なしという状態があったんで、やっぱこの2本立てを設けたい、その、配給会社多かったのかな、っていうふうには思いますね。そびえ立つガウディの塔、巨大組織 X を叩き潰せということですね。世界中のファン待望のジャッキー・チェン。チェンの絵がなんか上に行っちゃってますけどね。主演最新作、スパルタン X がついに完成。パワー、スケール、そしてアクションのダイナミックさと、すべてが驚くべきアクションだ。桁外れの興奮を満載して、ジャッキーはまたしても超ド級のアクションをやってのけた。これぞお正月映画の決定版。まさに85年の幕開けを飾るにふさわしいウルトラスーパームービーだというですね。ついに世界進出を果たしたジャッキープロジェクト、度肝を抜くアクションに加えてもう一つのびっくりは、前編すべてがスペインでのオールロケ、美しい太陽の街バルセロナを舞台にジャッキー・ユンピョー・サモハンの、クンフーが炸裂する。ここからがあらすじですね。ヨーロッパ中を震撼させた巨大な組織 X とは何か、謎の美女シルビアの正体は、そしてバルセロナの夜空に怪しくそびえるアントニオ・ガウディの塔に隠された秘密とはということですね。このジャッキーの役名がトーマスなんですよね。そして、このヒロインがシルビア。で、この設定っていうか名前は、ファミコンのね、スパルタン X でもそうです。はい。で、主演はもちろん今や名実ともに世界のトップスターとなったジャッキー・チェン。共演はプロジェクト A 以来のトリオであるユンピョーとサモハン・キンポー、監督もサモハンがこなしている。こう一点のヒロインには80年度ミスヒロインのローラ・フォルネル、さらに X が放った殺し屋には総合格闘技チャンピオンの会長ベニー・ユキデと空手チャンピオンキース・ビタリが扮し、それぞれジャッキー・ユンピョーと文字通りの死闘を展開する。うなるジャッキー・マウ・ユンピョー・ケル・サモハン、世界のスターを総結集して豪華そして壮絶、前編を貫くこれまでにない興奮と面白さこそ85年最高のビッグイベントといえる。この本にマウ・ユンピョーとありますけど、ユンピョーはこの、その身軽さがあって、そういう空中技というか、それがお得意なんですよね。遡ること何年という話になりますけど、ブルース・リーの燃えよドラゴンで、格闘技大会、まあ、と言っても、まあ、大会と言えるのかな、そういうシーンの中で、飛び蹴り、相手を蹴って、こう、一回転中、爆中をするんですよね。それをしたのはユンピョーが吹き替えをしてたって聞いたことはあるんですけど、それどうなんでしょうかね。ブルース・リーがやったんじゃなくて、ユンピョーがやってたと。はい。で、あとは、そうですね。これはベニー・ユキデですね。はい。背格好がね、ジャッキー・チェンとほぼ一緒なんで、そういう意味では、格闘のシーンは、なんかこう、展開も面白かったですね。三重詩ですね。ここでの音楽はまたかっこいいんですよね。はい、サモハンさんはこのもじゃもじゃ頭で登場してましたね。はい、同じようなね、スパルタン X と同じような雰囲気の映画っていうのはやっぱサンダーアーム流刑固定かなと、アラン・タムでしたっけと共演した映画でしたけどね。それがそんな雰囲気でしたね。はい、ということでね、まあ何度見ても面白いですよ。もう面白さ満載っていうね。
だからジャッキー・チェン映画のなんだろうなフォーマットが完成したのはこれなのかなという気もしますけどね。香港ではプロジェクト A となり、いや香港ではっていうかその香港舞台ではね、で海外舞台ではやっぱこれだったんじゃないかなっていう気はしますね。まあそこからの海外での活躍ぶりがすごかったですけどね。レッドブロンクスとかやっぱりこう結構シリアスであれも面白かったですけどね。プロテクターも見ましたね。本当にもう様々見ましたけどもね。はい、ではこちら行ってみたいと思いますけど、ヘブンリーボディーズという作品なんですけども、85年お正月全女性に送るあなたを3センチスリムにする映画です。最高の美と最高のプロポーションを目指して話題のスーパーエクササイズ誕生と。で、これ書いてますけど、この前年、84年のフラッシュダンスのスタッフ陣が集まって、作った映画はこのヘブンリーボディーズという作品で、で、ここに、ね、あらすじが載ってないんですよ。で、調べたんですけど、まあ、要はその22歳だったかな、あるその女性がいて、その女性が、エアロビクスダンスの教室を作って、で、そこにまあ生徒さんも来て、で、こう運営していく中で、24時間のダンス大会に出場するっていうことになって、頑張っていくと。ところが、同業他社の妨害が起こり始めて、さあどうなっていくっていう、まあそんな映画だそうです。で、何ですかね、コメントでは、プロモーションビデオというかミュージックビデオのような映像美のある作品だという評価が書かれてましたね。はい。85年全世界に先駆けてホットでエネルギッシュなスーパーエクササイズムービーが日本にやってきます。あの世界的大ヒット作フラッシュダンスを生んだ精鋭スタッフが再び結集、現代を生きる全女性に送る最先端の映像美と最新の音楽による熱い愛と戦いのドラマ、それがヘブンリーボディーズ。ヘブンリーボディーズっていうのがそのお話の中で主人公が作ったエアロビクスダンススタジオの名前ですね。はい。今最もフレッシュな感性の持ち主ローレンス・ディーンを監督に迎え、音楽総指揮には大物ヒットメーカーのジョルジオ・モローダーですかね。キャストには3000人の候補者の中から選ばれたシンシア・デールをはじめ、何人もの天才インストラクターガールズが登場。あらゆるエクササイズを駆使して全米ナンバーワンを競います。アクション、ライフスタイル、ファッション、ミュージック、すべてが時代先取り感覚でいっぱいのこの映画は、85年新春ただ一つの女性のための超大作です。ということでね、メディアにな、まあ、ビデオにはなってるのかもしれませんけど、それ以降、レーザーディスクとかなってるのかちょっとわかりませんけどね。はい。ヘブンリーボディーズという作品です。YouTube でやってもね、ああ、そうか、カナで、カタカナでやったか出なかったですかね。アルファベットでやったら出るかもしれませんけどね。ということでですね、はい、いかがでしたでしょうか。まあ途中にもお話ししましたけど、このジャッキー・チェンの作品は、カップリングチラシ、が多かったです。つまり同時上映、後々同時上映作品として、上映されたことが多いですので、またね、ジャッキー・チェン作品も多くなるご紹介になっていくかもしれませんけども、この2本立て版映画チラシ福袋、これからもお付き合いいただけたらと思います。というわけで、そんなもんかな。はい。前後しますけど、本当にね、こう、ベニー・ユキルツのね、対決はね、やっぱり爽快ですよ。ぜひね、そこ、まあ、変な話ね、もう YouTube とかでもですね、映像があったりしたらですね、そこだけ見たりしてしまいますからね。そんな感じです。はい。というわけで、ぜひ吹き替え版もね、おなじみのメンバーですのでね、そこも楽しんでいただけたらなと思います。はい。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい。あと検索でですね、マクガイバーの小部屋と入れていただきましたら、様々出てきますので、再生リスト、過去動画等、ぜひご覧になってください。よろしければ、チャンネル登録お願いします。またこのチャンネルは特撮と映画と2本柱でお送りしてますので、特撮の側も見ていただければ幸いです。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。